皆さんこんにちは、鈴木千奈美です。私は今三井アウトレットパーク北陸小矢部に来ています。実は先日こちらでデジタル掛け軸の取材をさせていただいたんですが、そのデジタル掛け軸の点灯式がこの後17時30分からこちらで開催されるんです。去年の映像を見せていただいたんですけど、本当に幻想的で場面がこうガラリと変わるようなとってもロマンチックな空間だったので、それがこの後間近で見られるということでとっても楽しみです。この後点灯式がいよいよ始まります。それでは点灯式の様子もご覧ください。行ってきます。それでは三井アウトレットパーク北陸小矢部デジタル掛け軸光のアートウォール点灯まで10秒前、9 8 7 6 5 4 3 2 1、点灯。前の映画1分間に全部動く。すごい幻想的です。多分私たちは今アートの中に入ってる感じなんですけど、きっと皆さんからしたらね、もっと綺麗さがすごく目に見えてわかるんじゃないかなと思うんですが、デジタル掛け軸の点灯式無事に終了しました。もう本当にパッと着いたら世界がガラリと変わって、とっても幻想的で綺麗な空間が広がってとっても感動しました。こちらのデジタル掛け軸は12月25日まで開催しています。皆さんぜひ遊びに来てください。バイバーイ。